いつもこうやってロイと寝てます、はい、ロイは自分より先に目を覚ましますね。でまあ朝起きてすぐ自分は歯磨きに行きますね、はい、いつもそうなんですけど、自分寝巻きとか持ってなくて、まあ、いつも普段着で寝てますね。まあ、いちいちその着替えるのがめんどくさいんで。で、服で顔を拭いちゃいます。お尻バンってやるのはロイを呼んでるんです。朝はこの撮った日が1週間半ばぐらい水曜日とかだと思うんですけど、まあ、もう疲れ溜まってきてるんで全部プロテインで済ましちゃってますね。朝から固形物入れるとちょっと腹がもたれるので、プロテインと適当なあったものを入れてます。でこれはミキサーですね。ミキサーに全部入れて混ぜてますね。もう全部適当に入れて、そのまま閉じ込んでミキサーをかけるだけっていう。だいたい疲れてきたらこの朝飯です。毎回オレンジジュースってわけじゃないですけど、まあ、結構いろいろ変えたりもします。バナナとかも入れたりとか、あとはイチゴとかも入れたりとか、同じ味だと飽きてしまうのでいろいろ変えたりします。外に出てちょっと日向ぼっこしているって感じですかね。ロイもめちゃくちゃ日向ぼっこが好きで毎日一緒に外出てますね。
も T シャツ拭いたので拭いたのを着ちゃう。意外と練習が11時からとかで、で起きるのが7時ぐらいの意外と時間あるんで、まあ、テレビ見たり、まあ、ロイと遊んだり散歩行ったりとかもしてます。結構ここで動画を見たり、なんていうの、 YouTube のやつとかを見たりしてますね。時間になってきたので着替えに行きますね。ここは適当に、まあ大体同じような練習着ですね。この日はちょっと朝練習が早かったので、もう9時に家を出発しました。ロイは家で待ってます。これタイヤがちょっとパンクしてスペアタイヤ入れてる時ですね、これ。めちゃめちゃダサい。まあこんな感じですね。朝はいつもこれで練習に向かってます。はい、どうでしたか。まあ普通のみんなの朝と同じ感じで、まあ、ちょっとダラダラしながら、まあ練習に向かうって感じでしたね。まあ良かったと思ったらグッドボタン、悪かったと思ったらバッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。